おはようございます、こんにちは、こんばんは、次郎です。今回はその事業者は一体誰、ソーラーバブルに沸く日本です。岸防衛省が引用ツイートしていた記事が目に留まりました。姫路大学特任教授の平野秀樹氏が、脱炭素って安易に語るなとの副題をつけて書かれた、その事業者は一体誰、ソーラーバブルに沸く日本との記事です。秀逸な文章ですが、あまり人の目に触れていないように思いますので、掲載されていたものをそのまま引用してご紹介します。原文の URL は動画説明欄に掲載しております。山口県周防大島から本土側を望むと、濃い緑の中に中国系メガソーラーのパネルが黒と並ぶ。その続きの山岳にむき出しの開発地が2カ所際立つ。規模はさらに大きく、10km 離れた場所からも見通せる。すでに海沿いの70ヘクタール以上の森を切り倒し、大量の土砂を下方に押し広げている。現場では巨大なブルドーザーが20台以上、野球場なら何十面も取れそうな広大な平地を造成中だ。しかしパネルを並べるだけなのに、なぜこれほどまでに大掛かりな開発が必要なのか。今夏の大雨では当地の塗り面に大きな亀裂が入り、海沿いの家々を不安にさせたという。崩落した土砂は雨水とともに水田を濁し、美しい自然海浜に流れ込み、海は赤茶けている。顔が見えない事業者たち、現場の勢いと熱気がすごい。ソーラーバブルは久々に土木業界を活気づけている。かつて列島改造時代には国中の農林地が宅地やゴルフ場用地として買われ、平成バブルの頃はリゾート開発に沸いた。しかし今回は主役が違う。開発者はグローバルになり、匿名性は高まるばかり。100億円を投じても早期に設備認定を受けた事業なら10年以内に元は取れる。合同会社が事業を担うケースが少なくないが、多くは資金調達が終わるとほどなく消滅し、次なる合同会社や一般社団法人などに継承されていく。開発許可は政府が後押しするから事業ハードルは低い。パネル設置は建築基準法の対象外だから地元協議の対象にならない。一旦経済産業大臣から設備認定を受けると、発電事業はいつ始めてもよい。その時点から20年間にわたり政府は同じ価格で買い取ってくれる。40円キロワット時2012年度は国際平均価格の倍以上で、こうした旨味を察知した早耳企業が太陽光発電になだれ込んだ。土地の取得も見込み、レベルで認可が下りるから地上げは後からでよい。これではまずいと17年に制度見直しが行われ、買取価格も下がった。20年からは大規模ソーラーに環境影響評価アセスメントが必要になった。ただ経済産業省の設備認定がすでに終わり、工事計画の届け出が済んでいればアセスは不要だし、認定時に約束された買取価格は高止まりのままだ。12年度や13年度に発行された設備認定書はプラチナカードで氷回りの金融商品になっていて、今でも投資目的のファンドが買い直しするほど人気である。政府は本年6月グリーン成長戦略で全発電量の5から6割を再生可能エネルギーで賄うとし、太陽光はその主力であるとした。称賛され、増え続けるソーラーに資格はないのか。植民地型の発電事業システム、地元にしてみれば事業主体が見えないと困る。反対の声を役所は拾ってくれない。再生エネの促進は政府の温度だからって。風光明媚なその場所が好きで移り住んできた人たちは苦情を持って行き場がない。相手が外国だと簡単には連絡がつかない。そもそも地元にとっての益は少ない。中国製のソーラーパネルが並ぶだけで雇用効果はなく、売電利益も本社の所在地にしか落ちない。自治体に入るのは固定資産税だけだが、これも所有者不明になると不透明だ。1、転売による所有者不明と、2、パネル破損による鉛、セレン、カドミウムなどの流出も心配だ。そうした不都合が起こった時、自治体は外資系企業や投資家集団と交渉することになるが、
うまくいくだろうか。トラブルは即、訴訟だろう。買い上げ期間満了後の事業者責任が曖昧になっていないか。おまけに、かかり増し分を負担するのは国民になる。いつの間にか高い電気代を払わされている。筆者も、毎月、二段書きで送られてくる請求書の下段を見るたび、ため息をつく。上乗せされた再エネ促進賦課金は、年間14,76円、21年度1世帯あたり。日本全体で2兆7,000億円に上る。これからも、ずっと、国民の負担として吸い取られていく。上乗せ分の還流先が海外という構図は、国土から生まれる産業サービスの果実、利益が国外化していることになる。ソーラー発電事業のシステムが植民地型だと言われるゆえんだ。安全保障上の要衝にソーラーパネルが。日本のソーラー導入量は、現在、国土の単位面積あたりで主要国中、世界一になった。全国の総発電量 6.8 万メガワット、設備認定量、21年3月末から逆算すると、外資系ソーラー事業者に占有されている国土は、約6万ヘクタール、外資比率3から4割と仮定。JR 山手線の内側面積のほぼ10倍にまで増えた。当然、それらの中には、防衛上の要衝も含まれる。昨年10月、政府関係機関から内閣府を通じ、次の情報が首相官邸に報告されたという。再生可能エネルギー発電事業者として、中国系資本が、何らかの形で買収に関与したとみられる土地が、全国に約1700カ所に上ることが判明。この中には、防衛施設周辺などの安全保障上重要な土地も含まれる、産経新聞、20年11月8日。本稿の冒頭、山口県下のメガソーラー群について言えば、そのサイトは、すぐ前の海が船舶通行上のチョークポイントで、上空は、米海兵隊岩国航空基地と沖縄県嘉手納空軍基地を結ぶ航路にあたる。そういった地点にソーラーが設置されているのである。いわば重要国土が、外資系や実態がよく見えない者たちによって占有され、利用されている。政府は、本年6月、重要土地等調査法を成立させ、600カ所程度の防衛関係施設、原発周辺を想定し土地情報管理に乗り出した、日本経済新聞、21年8月12日。こうした動きを歓迎し、懸念は解消した。措置済みではないか?と胸をなで下ろす方もおられるだろう。しかし、カムフラージュ手法は、ますます巧妙になっていて、代表者を日本人名にするなど、外国人の関与を公表していない事例は圧倒的に多く、外国人の関与を特定することは容易ではなくなっている。新法、重要土地等調査法の施行、22年春にあたっては、重要国土の指定に見落としがないよう、適切な運用を望みたい。洋上風力推進に潜む港湾選挙という懸念。もう一つ、洋上風力発電への巨大投資の動きも無視できない。近年、特に伸長著しい分野で、一箇所あたりの投資額が何千億円と桁違いだ。お手本は欧米だったが、今や、世界最大規模のエリアは、中国、ジャンスー省など沿岸部に移った。洋上風力発電の資金調達の主流は、プロジェクトファイナンスになるが、この場合、出資者の全貌や、実質の再配者の顔が見えづらい。安全保障の観点からのチェックも手薄になる。数年前のクルーズ船誘致の時のセンスのままではいけない。しかし、残念なことに、日本は、海外メーカーのサポートがなければ、洋上風力発電を推進できない実情にある。投資面で、大半のリスクを取る勢力が海外だとすれば、基地港湾の権益も委ねざるを得なくなるだろう。欧州北部ダーウィン港、15年、ギリシャのピレウス港、16年、スリランカのハンバントタ港、17年、イタリアのトリエステ港、ジェノバ港、19年。これらの港湾が辿ったプロセスを見ていくと、幾通りもある。それぞれの国情に最も沿う形の進出租借、株式取得、出資、開発委託などによって、中国化が進められている。今、由利本荘市沖、北側、南側、能代市、三種町、及び男鹿市沖、銚子市沖、五島市沖などが、洋上風力発電の促進区域となって湧いているが、基地港湾となる、秋田、能代港、
鹿島港、北九州港などは各国港湾の奇数を先例として心得ているだろうか。数年後、石狩市沖や西海市江島沖で最長30年の潜入許可が出された時、一番喜ぶのは誰だろう。エネルギーの外資化シフトへ、日本が持つべき備え。世界に目を転じると、総じてエネルギーは武器に変わって機能することがある。14年のウクライナ危機の時が有名だが、ロシアは欧州への天然ガス供給を止めると言い出し、実際止めた。ウクライナへの全面供給停止、ポーランドへの供給2割減がなされた。政治的な対立が起こると、ロシアはパイプラインのバルブをいつでも閉めるという手段に出ている。我が国の場合、中東からのシーレーン、海上交通路を断たれたら、エネルギー供給は壊滅的に低下する。この先、南沙、西沙諸島が新勢力によって占有され、原油輸送路が閉ざされる懸念は大きくなりこそすれ、その逆はあるまい。電力について言えば、ここ10年、発電、送電、配電の自由化が次第に進みゆき、再生可能エネルギー発電の分野では、外資系が着実に伸びている。その参入は太陽光にとどまらず、風力、バイオマスの分野へも、外資系の進出が目立つようになってきた。スカイソーラージャパン、WWP、上海電力日本などが有力なプレイヤーだが、それらの企業群は、今後、供給シェアをさらに高め、為替も消費者側へ、もっと影響力を増していくものと予想される。こうしたエネルギー部門の外資化シフトを前に、果たして、私たちは、無思考なままで良いのだろうか。ウクライナで起こったような危機は日本では起こり得ないのか。ゼロカーボンという目標だけに目を奪われていてはならない。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。もしよければチャンネル登録してやってください。